続いて、この表の中にもあるんですが、議会頼りの予算が今まさに落ちようとしています。なぜかといえば、これも先月来お伝えをしていますが、議会頼りの中に問題があると、この数ヶ月よりもっと前から指摘をしています。そういう状況では、当然、正しい情報発信担保されていませんので、執行部として予算編成できない、執行できない、当然の流れです。意味軸も、議会自身が広報誌の内容がああだこうだという理由から、決算を不認定とした経緯もあります。もっとも、その広報誌の内容については、一通り反駁しています。何も間違いがない、矛盾がないと。かたや議会は、こちらの指摘に対しては口をつぐんだままです。およそ説明していません。なので、中身の妥当性、正当性が確認できない、信じられないから予算が落ちそうになっています。これについて、これまで議会広報特別委員長の新田和明議員、公明党の方ですね、に再三指摘をしてきました。警告をしてきました。が、党の本人は警告だと思っていないと、これは議会事務局に言っています。あれだけ厳しく予算が組めない、予算が落ちてしまうと伝えたにもかかわらず、警告と受け止められてません。しまいには、この通知書受け取らないと、意味のわからない受け取り拒否までのたもうてました。意味がないので、議会事務局にしっかり渡してくれと、そこは渡し切りましたが、党の委員長本人がこのようなありさまです。それが一体どこから端を発しているのかよくわからないんですが、1月19日付で大下議長の方からこのような書面が届いています。まず、この件については議会全体の事案であり、広報委員長への問い合わせはやめていただくよう申し入れます。意味がよくわかりません。委員会で決めてて、その長が委員長なのですから、そこ宛てに申し入れにする、何が問題なのかと、議会全体の問題であると認識しているならばです、議長が先んじて対処すればいいだけにもかかわらず、それすらしていません、文句を言うだけです、遠くの方から石を投げるにとどまって、自分は何も動こうとしない、一体どこに議会として、議員として責任を果たそうとしているのか、その姿が見当たらないと評価をしています。重ねて本日、委員長と議長宛に通知でも送っておこうと思いますが、これはわざわざこれ大下議長が通知の中でも書いてますが、憲法や条例、それらを遵守するために、当然議会が果たさなければならない説明責任です。まずもってそれが最初にあります。大前提です。それが果たされないうちは、執行部として責任が取れませんので、当然予算がなくなります。組めません。以上が1件目、市政の動きに関してです。2件目は、今の話につながるんですが、市民モニターの結果についてご案内します。このモニターの市民モニターアンケートの概要については資料の表に書いてある通りです。前回のアンケート調査と一番大きく変わった点はモニターの属性が変わっています。前回は市民の方に有志で回答をしていただいてましていました。一方今回は本当に無作為抽出でこのアンケートをお送りし、回答してもらうという形になっています。ですので、ページめくっていただくと、前回との比較、円グラフがあって分かりやすいかと思うんですが、どうしても解像度が落ちています。端的に言えば、分からないというところが増えます。で、それぞれのアンケート、イエスかノーかで答える項目が多いんですが、どうしてもこのあたりは、よく分からないので判断がつかないというような市民の意識がにじみ出ているというふうに捉えています。もっとも前回と今回のアンケートで大きく
この各議員に対する評価、傾向は変わっていないというふうに捉えています。例えば一つ取り上げれば、設問1、それぞれの議員は市民の声を幅広く聞いていると思いますかと。一番多いのは分からないなんですが、はいかいいえ、この2択で見たときに、市民の声を聞いているはいがいいえを上回っているのは、南沢議員、田辺議員、芦田議員、熊高議員、秋田議員の4名だけです。他の方はイーブンに近い、それなりに寄ってる方はいますが、かなりの程度差が開いて聞いていないという結果になってます。これは前回のアンケートとほとんど変わらない傾向と言えます。もっともページめくっていただくと、設問6ですね。ここは議員定数について聞いたものなんですが、定数が多いという声、前回が 75.9%、 今回 72.6% です。なのでほぼほぼ変わらず、市民の声、市民の受け止めとしては議員の数が多いという結論になっています。もう一つ触れておけば、その一つ前、設問5ですけども、議員の報酬についても一つ聞いてみました。議員の報酬はその資格の枠の中に書いてある通りなんですが、 74% の市民の方は知らないという結果になっています。処遇、待遇、お金、勘定というものはかなり人の関心を集めるものなんですが、それですら7割8割の方が認識がないというのが実態です。このあたりに市政に関する無関心というんでしょうか、興味のなさが現れているように思います。まずはこの待遇面だけでも知っていただいて、これ当然税金で賄われています。そういう目で政治家を見て、議員を見て、改めて市民の方に評価をしていただければと思う次第です。時事通信さん、すみません、時事通信岸本です。たびたびすみませんが、議会頼りに関してなんですけれども、この今拝見すると1月22日今日の17時までに、連絡がなければ当該予算は編成されませんというふうに、出されていると思うんですけど、もう今日がもうリミットという理解でよろしいでしょうか。はい、一旦そのように区切りましたが、これを出した後に19日付で議長の方から何かよくわからない回答なるものが届いてますので、もう一回はこちらから返しておくべきかなと思っています。これはここには一切書いてないんですが、議会の中で議長は話があるなら呼び出すんじゃなくてお前が来いというふうに言ってたようです。てか言ってたと聞きました。なのでこの後にでも議長いれば行ってみようと思います。今日議長来てますかね、どうでしょうか。はい、この後行ってみましょう。一緒についてっていいですか。いいんじゃないでしょうか、記者会見の流れで、もしお時間許せば。 あと議長がいらっしゃればですか。もう一点、すみません、正しい情報発信が担保されていないということで、この予算をつけるかつけないかを判断されていると思うんですけど、その正しい情報発信っていうのはどなたが判断するものだとお考え。はい、執行部の方で判断をしました。でそれで、改善しますっていうふうにもし議会側が言って、でその情報発信の仕方が正しいかどうかっていうのは執行部でこれからも判断されていく。まずこちらが指摘した虚偽、要は嘘の表記について議会は認めていません。明らかな嘘にもかかわらず、
ごまかしてます。その時点で正当性が担保されないというふうに評価をしました。なので、まずはその過ちを認め、訂正するのが最初だと思います。メディアの方も誤報を出したらそうしますよね。当たり前の所作なので、当然それを求めます。それができない組織、人間は信ずるに足らないと思われませんか。一般的にはそうだと思います。ちなみにその、先月12月11日では虚偽や間違いは確認できませんっていうその機会からの返答があって、でそれを認定するのは執行部になるんですか。あの虚偽や間違いがあるというふうに認定するのは、とこれは議会の定例会の中でも指摘をしています。記録に残っています。明らかに言っていない、私が言っていないことを言ったように議事録と無視して議会だよりに記載した事実があります。なので嘘じゃないかと指摘したんですが、それについて今回は載ってないですか。前の資料にあったと思うんですが、何か答弁、質疑と答弁のなんか食い違いだからしょうがないみたいな、よくわからない言い訳で返してきたんですが、言い訳になっていませんので、はい、あの間違いを認めて正してもらわないと困るというのが我々の見解になります。じゃあすいません、また元の質問に戻るんですが、正しい情報発信をしているかどうかっていうのは執行部が判断される。はい、事実と照らし合わせるだけですので、誰でもで、別にメディアの皆さんがやっていただいても結構なんですが、むしろなぜメディアが報じないのか私はかねがね不思議に思ってました。議会頼りに議事録と関係がない違う文言が書いてあるんですよ。結構な問題だと思われませんか皆さん。そんなのやっていいんですか。そんなのやる政治が許せますか。なわけないですよね。なので執行部がやらなくて済むようにメディアの方で対処していただければそれが最善です。その他よろしいでしょうか。